ドーファンの紋章ドーファンは、フランス国王の法廷推定相続人の称号。正式には、ビエノワのドーファンという、1350年から復興王世紀まで用いられた。1791年の立憲王世紀と1830年からのオルレアン朝では、フランスロワイアルと改称された。ドーフィネの紋章ビエンヌハクギグ八世は、イルカの紋章を用いていて、ルドーファンの異名を持っていた。 ビエノアのドファンの称号は、アルボン博の家系によって受け継がれてきたが、死死のないアンベール2世が1349年に、ドーフィネと呼ばれるようになっていた荘園を、フランス王フィリップ6世に売却した際、以後は、フランス王位の相続人のみがドファンの称号を、用いるという取り決めがなされた。一方、他にドファンの称号を使っていたビエンヌ博家の、文家である、オーベルニュ博の子孫は、 オーベルニュのファンの称号を保持、使用し、それはフランス革命まで続いた。最初にファンの称号を与えられたフランス王子はシャルル5世であった。売却交渉の当時、法廷推定相続人であったのはノルマンディー公じゃんであり、ジャンの所領となることが念頭に置かれていたが、フィリップ6世が亡くなったため、ジャンの息子シャルルに与えられることになった。この称号はおおよそイングランドにおける、 グリンス・オブ・ウェールズに相当するものである。1461年以前は、正式には、神の恩寵による、ビエノワの道ファンバランティノワ及びディオワの伯爵といった。当時のビエンヌは神聖ローマ帝国領であり、シャルルは成人した後、おじである神聖ローマ皇帝カール4世に、ビエンヌに関する神獣令を捧げた。バロワ・アングレーム・アサ祖ソフランソワ1世は、父の重帝である。 バロアオルレアン家のルイ12世から王位を継承したが、ドーファンの称号は授かっていなかった。また、ルイ14世の知性には、ドーファンド・ビエノワではなく、ドーファンド・フランスと呼ぶようになった。ありがとうございます。